そういえばこの辺に宝箱あったな。これまだケバブ肉なのかな、見てみよう。相変わらずケバブじゃねえかよ。大人も子供もお姉様、ごきげんよう。俺だ。はい、ということですね、今この任天堂ストアを見てるんですけども、このニューのところ、ついにあのファイナルソードが帰ってまいりました。ファイナルソードディフィニティブエディション、名前変えて販売しだしたの。前のデータ使えねえの。新規ってことだよね。1799円、高いよな。ディフィニティブって決定版って意味なんだけど、何、再販決定したからって決定版ってつけんなよ。あ、説明見てみようか。悪の根源、それが数多くのモンスターの軍団を呼び寄せました。闇で覆われた世界にあなたは灿爛たる光を灯すでしょう。いや、ラストまで光灯せてなかったけどな。じゃあ買っちゃうか。もうここの時点で結構苦痛なんだが、いや、やってきてしまいましたね、ファイナルソード DE。 久々にこの曲を聴きました。うわ、懐かしいな。変わってねえな、相変わらずグラフィックがよ。もうちょっとグラフィックを洗練せよ。あ、来てましたね、主人公。いや、変えろよ、まずこの主人公。こいつをまず変えろ、このグラフィックを。あ、父さん、モンスターが最近増えてきてるね。ああ、大変なことになったな。まあそうですね、そういうストーリーだったな、そういえばな。早いんだわ、相変わらず。セリフがよ。もうちょっと読ませろよ、プレイヤーに。プレイヤーに沿わねえからな。あ、で、母ちゃんがね、うん、ここで病気になってると。ああ、そう、辛そうだね。でもお母さんもね、助けないとダメだよ。母さん、もう少しだけ辛抱してと。ね、ああ、危ないことはしちゃダメよって。あ、心配してくれてるっていうね。手合わせられてねえんだよな。ああ、やっぱこっからなんだ、ね。ここに放り出されるシステムなんだ。え、BGM 追加してねえの？マジで言ってんの？え、ま、無音まだ。嘘だろ。BGM はさ、ゲームにおいてあれほど重要だって誰からも言われてきただろう。なんか難易度設定ができるって聞いたんだけど、なんか難易度設定もクソもなかったんだけど。ああ、でもこの辺は特に変わんないかな。あ、ローレル村。いや、懐かしい響きだな。嫌な思い出しかねえよ。あ、でもこの辺変わって、なんで一からやり直さなきゃいけねえんだよな、これ。相変わらずクソみてえなグラフィックだな。これ小学生がペイントで描いた絵だろ。よく来たの、何か言おうか。母さんが心配なんです。母さんの病気は神秘の薬草が見つかれば。あ、神秘の薬草ね、ありましたね、そんなんね。神秘の薬草ですか、その薬草はどこにありますか。神秘の泉で発見されたと聞いたよ。神秘の泉がどっかも教えてくんねえかな。だが最近はそこまで行く人はおらんぞ。ありがとうございます。行ってきますって。そんなに何？そんなにこの村では神秘の泉っていうのは有名なスポットなの？観光スポット的な感じなのかな。気をつけるんだぞ。はい。本当に思ってんのかな。あ、てか待て、全体的になんかグラフィックしょぼくなってねえか。え、でももともとしょぼかったから、あまり本当に些細な変化だと思うんだが、どうやってあれ以上しょぼくすんだよ。じゃあこれ父さんとこに行ってな。あ、お金もないんだな、そういえばな。あ、このお金も、あ、出た出た、このお金ね。うん、多くはない。これで武器を買え。あ、来ましたね、お金。うん、行ってくるよ。殺していいのかな。もし予算用意せよ。よく見たら前回のプレイで気づかなかったんだけど、このね、暖炉あるでしょ？暖炉がさ、暖炉として機能してねえんだよな。上の板炙ってるだけなんだよ、これ。家燃えるぞ、これ。そういえばストーリー進めるとローレル村廃墟になるけど、絶対これ、この火災が原因だろう。じゃあ武器買うか。武器ね、ダメだからな、このゲーム。うわぁ、変わってねえな、この辺も。もうちょっとなんか色追加するもんがあったんじゃねえか？よし、ゲットした。なんかグラフィックしょぼくなってるなと思って調べたら、なんかスマホ版のグラフィックに準拠してるらしいんだよね。なんで画質落とした？スイッチ版の強みじゃなかったんか、そこ。しかも相変わらず建物の中入ってもさ、ダッシュできねえんだよな。いや、ちょっとモンスター狩りに行ってみるか。ね、久々のバトルだからな、ちゃんとバトルできるかな。いやー、これはひどいよ。これは全てにおいて劣化してる気すんだけど。じゃあちょっと倒そうか。うわ、懐かしいな。いや、もう覚えてるからな。戦えんだよな、まっとうに。まっとうに戦えちゃうんだよな。いや、でも慣れって怖えな。覚えてんもんね、体がね。戦い方が全然普通に戦えるわ。ちょっと森の方行ってみようか。確かここにゴブリンかなんかいるから、こいつ狩れれば結構レベル上がりやすいんじゃないかな。あ、いた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 。あ、来た来た。おい、足音大きいな、これ。何これ、地響き起きてんじゃねえか、足。うるせえ、うるせえ、うるせえ。いや、足音がうるせえのよ。そういえば、この辺に宝箱あったな。これ、まだケバブ肉なのかな、見てみようか。いや、相変わらずケバブじゃねえかよ。しかも、なんか妙にテカってんだよな。何これ。コーティング加工されたケバブ？
これあれだな、今まで逃げてく敵に攻撃しても無敵だったんだけど、逃げてく敵に攻撃するとちゃんとダメージ入るようになってんじゃないこれ。逃げ帰る敵に無敵バフつかなくなったってかなりでかい進歩じゃないかこれは。いやでもね、初見の頃よりサクサク狩れるようになってるんだよね、ちゃんと。だから俺がファイナルソードを全クリした経験っていうのは無駄になってないんだよ。そういうところをファイナルソードは教えてくれるから、人生に無駄なことなんて一つもないっていうことがね、ファイナルソードを通してわかるんだよね。ただ驚くべきことなのは、それを教えてくれるこのゲームのプレイが一番無駄なんだよね。じゃあレベル4になったんで、この状態でトロール倒しに行ってみましょうか。お、やってきた、神秘の泉。いや懐かしいな。あ、滝こんなんあったっけ。初見だったらね、レベル4でもきついと思うんだけど、まあいけると思うんだよな。おい、シャワーかよ、お前。何あの、だから、毎回あのムービー。いらねえだろ、あれ。無理すんなよ、あまり。滝こんな2本流れてたっけ？どっから流れてきてんの、これ。無駄に容量使うなよ、こういうところで。水の表現とかいらんだろ。で、ここで現れると。あー、来た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 。どっから現れてんだよ、あいつも。そんな裏にスペースねえだろ。で、相変わらず気持ち悪いな、俺。全然ダメージ取んねえな。全然ダメージ取んねえんだけど。そうだったわ。このゲーム、そもそもレベルが低いとダメージ取んねえんだったわ。いけるけど結構長い戦いになりそうな。やだな、こんなやつ長時間戯れんのよ。あ、いて、あ、ダメージ結構ダメ。50ぐらいからな。まずいぞ、これ。薬草もそんな持ってないからね。ちょ、調子こきすぎたかもしんねえな。ここまでダメージ取んないのは想定しなかったよ。あ、やべえ。あー、結構きついな、これ。もう薬草なくなっちゃった。死ぬか。おい、殺せよ。一発で決めろ。いや、殺せ。動いてねえんだから。さっさとやれや。いや、なんか気づいたらね、レベル5になってたわ。剣もなんか兵士の剣になってるし。よーし、トロール狩るか。もういいよ、いちいち。何度も何度も現れんな。大変だな、こいつも。あといらねえんだよ、これ。もう決め顔やめろ。ちょっとこっち向くな。意識すんな、カメラを。あ、全然ダメージ。あ、でもダメージ入るようになったな。だいぶ入るようになったかも。兵士の剣が強え。あ、やべ、攻撃パターン変わった。やべ、来た。出たよ。さあ、攻撃パターンの変化があったわ、このゲームは。忘れてたぜ。盾あった方が楽かもね。ま、だが、俺には経験という名の盾があるから、あの苦痛のような日々が、すべて俺の糧となっている。レベル99の勇者がレベル1からやり直すようなもんだからね。いけるんじゃないか。おらしねえ。あ、オッケーオッケー、これでゲットな。金玉みてえな形しやがってよ。あ、母さんに薬草。おっし、オッケー。この薬草食わしても無駄なの分かってっからさ、マジで無駄な時間なんだよな、これ。あそこで平和に暮らしてたトロル君を殺戮する必要あったんかよ。やってることがむしろ魔王なんだよな。ただいま、ただいま。帰ってきたのか。いや、帰ってきてもいいだろう。自分ちだろうがよ。父さん、ついに薬草を手に入れたよ。あ、来た来た来た。やったじゃないか。さあ、母さんに早く飲ませるんだ。うん。飲ませようか。ね、母さん、俺薬草。ね、母さんの前で抜き身の剣を持つなよ。あ、私の心配するなんて言ったの。怪我してない。うん。じゃ、これ飲ませてな。うん、そのままかよ。いや、さすが煎じてやれよ。なあ。母さんきっと治るよ。飲んでねえじゃねえか、おめえ。お見舞いの花を渡してんじゃねえんだぞ。あ、出た、これ。出たな。こんなガタイ良かったっけ。あ、出た、出た。もうちょっと驚けよな。なんでそんなメンタル鬼強なんだよ。あの光は。あの、変わってっかな、ここのグラフィックとかもね。なんかもうちょっとね、演出的な感じになってればいいんだけど。あ、出た。ヘルプ、私を助けて。何が起こったのと。ん？何このフォント。あ、変わってねえな、相変わらず。ナターシャ。この森マジでさ。嫌な思い出しかねえんだけど。いや、すべてにおいて嫌な思い出しかなかったわ、このゲームに。早く助けに来て。ああ、そうだな。助けないとダメだからね。進まねえからな。データ、あ、こんな演出だったっけ。あんななんか、塵になんか揉まれていくような感じだったっけ。妖精さんも助けに行くよ。ああ、そうだな。助けに行かないと。進まねえがんな。相変わらずすべてにおいて虚無みたいな演出だな。今日も動画を見てくれて、マジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。